はい、どうも、こんにちは、ぺんぺんです。今回もドラゴンボールやっていこうかなというふうに思います。で、今回なんですけども、ファンデッキをね、主体とした動画になっております。はい。まあ、ランクマッチ日頃上げてますが、カジュアルでも楽しんでみようかなというところでね、今回はやってみたというところです。なのでね、絶対にこのデッキで、ランクはやらないでくださいというところですね。はい。まあ、タイトル見てもらえればわかるんですが、35号 ×20 号イコール無限というね、ほんと中二病というかバカみたいなね、タイトルなんですけども、まあ、今回はやっていくのは、まあ、35号。まあ、このね、6コスの、17号、18号。まあ、強力なカードがありますね。これと、この3コスの20号をうまく使ってみようよというふうな感じです。まあ、このカードね、多分ほとんど使われてないんで、なんだっていうふうな感じがあると思うんですけど、起動メイン、自分の手札1枚を捨て、このカードを KO する。自分の人造人間17号1枚までを選び、アクティブにするというふうな効果を持ってます。まあ、これね、17号も含まれてるんですよ。17号、18号。この35号のカードもね。なので、まあ、35号をと置いといて、その後ね、20号を出せば、こいつ1枚で6コスの4万っていうね、とんでもないバリューのあるカードです。はい。まあ、これをやっちまったらもうほとんど勝てるんじゃねえかなっていうところですね。で、まあ、それを今回はやってみようというふうな企画というか、動画になっております。もしよかったら見ていただければなというところです。はい、紹介します。リーダーが17号、20号が3枚、悟空が3枚、神様3枚、18号4枚、ゲロが4枚、ゲロが3枚、17号4枚、35号4枚、35号4枚、スパコン4枚、ブローリー2枚、瞬間目3、ミーティア4、ゲロの研究所が4枚って感じです。敵の使い方など、試合見ていただければ分かる。それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。今回はね、カジュアルでやってみようかなと、思います。まあ、何をやるかというとね、まあ、見てもらえればわかるんですけど、17号です。付き合ってやるよ。ここはね、これでいいんじゃない？はい。引けてるしね、20号。ゲロ。はい、キープしましょう。まあ、カジュアルなんですけども、まあ、今回はその、ネタ動画、35号プラスゲロの動きで、縛いていくみたいなね、ネタ動画と、まあ普通のランクマッチの動画もね、出していければなと、並行してね、出していければなというふうに思っております。まあもしよかったらね、見てくださいというところですけど、はい、相手はモアモアっすね。あ、いいっすね。もう引けたんだ。じゃあ、ここは送っちゃおうか。さあ、画面ぶっ込みましょう。はい。さあ、まあ序盤は顔面受けつつ、対応していこうかな。はい、ブロリー OK。 まあ次のターンちょっともったいないんですけど、あ、でもまあ出さなくていいか。うん、ここさどうすんだろう。ゲロ研究所を置いた方がいいよね、多分ね。ちょっとそこら辺が分かってないんですよね。はい、まあ受けるか。まあ剛腕みたいな感じで使っていいのかなというところはあるんだけど、ただマナはたまらないんだよね。うん。さあ相手は横にめちゃくちゃ、並べてきてますが、パラガスオも入っている。次の環境、緑が強くなりそうだから、多いんだろうね、回してる人。ちょっと、神様でいいかな。はい。まあね、送りたくなかったんですけど、まあ、神様をにしました。で、ここはアタッキングですね。はい、遊んでもらいましょう。さあ、相手はコンボ使いましたね。てか、相手がアタックした？明日か。もう記憶がね、ないんですよね。はい。で、ゲロキュン出して、パスと。さあ。ここでもいいのかな、これで。なんか違うような気がするんだけど。高校の場合。だって、次、展開できないよね。剛腕。私の絶対間違えてるような気がするんだけど、大丈夫かな。はい。さあ相手は何もせずと。
いいっすね。まあ、ちょっと1万コンももったいないですけど、送ろうか。はい。で、まず顔面しばき上げの、遊んでやるよ。ゲロ系。いらないっすね。オッケー。ただこれ、まあ、墓地に人造人間カードがないので、使わないといけないっすね。はい。まあ、ここでうまく、18号を使いつつ、ディスカってって、あ、いいっすね。来ましたね。あれ？これじゃねえか。あれ？さっきのってこれさ、そうだよね。ゲロの方だよね。で、効果を使いの、ゲロちゃん入れていきましょう。で、残りの1コツ使って、はい。ゲロちゃん出していくと。おー、あー、このね、これが欲しいんすよね。まあ、18でいいかな。はい、18にしましょう。OK。次、もし、動けるようであれば、4コスからのマナブーストで2コスバン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 出していくというところですね。まあ、ここで相手がベジータとか出てこない限りは、この、18号は取られない。まあ、クリリンの妻は取られないというところですけど。さあ、セルゲーム。強いですね。まあ、相手もリソースバンバン入れていくよというところですね。まあ、次の環境、極が弱くなるのであれば、やっぱ強くなるのはセルじゃないかなっていうふうには思いますね。めちゃくちゃ強いからね。てか、緑自体がもともと強いからね。うん。何色だと思いますかね、皆さんね。そこら辺教えてもらいたいなってところですけど。さあ、18号、めちゃめちゃ来てますけど、まあ、墓地に送るぐらいやったらな、うん、いけるからな。まあ、これ送ろうか。ほんで、まず35号からか。はい。で、効果使って、落として、で、また入れて、はい。で、これで3枚目と。じゃあ、あとは、ただ、手札には落ちてはないので、落としたいっすね。どうしようかな、ここ。むちゃくちゃ難しくない？意外に。こんな考えることあんだ。意外に考えることあるね、このデッキね。驚いてますよ。いや、ここ一気にマナブーストしてもいいなっていうところもあるな、正直。マナブーストすっか。はい、まずワンドローかましてって。いや、人造人間が落ちねえな。なんだこれ。さあ、35号落とすか。35号落とそう。はい。落とします。うん。あ。ゲロくんなら、こっちでよくね。はい、こっちにしましょう。まあ、ここはね、もう仕方がない。で、瞬間目。いいっすね。さあ、相手は1面のカードを使って、コンボでいなしてますが、まあ、ここでもアタックしましょう。ギリギリね、覚醒させなければいい話なので。はい。で、あとはスキル発動して、OK。で、ターン終了でいいかな。神様ちょっと残っちゃってるのもったいないですね。まあ、コンボ用、コンボとして使っちゃえばいいかなってところではあるんですけど。私の番だな、はい、で、相手は顔面詰めてくる。いいね、来たね。キーカードが。はい。セルゲでマナ貯めていく。なるほど。どうすんだろう。顔詰めんだ。へえ。まあ、通すか。ってところだけど、通しちゃっていいね。めちゃくちゃいいカード引けた。相手がちょっとセルだとゆっくり戦えないかもね。これまあ覚醒して、はい、いいね。35号。お楽しみはこれからだ。少しだけ本気を出す。少しだけ本気を出すか。
さあまず、こいつで画面しばきの、まあここは通るでしょうね。まあ次ブローリー出していければいいのでね。はい。あ、通んないんだ。なるほど。まあこっちとら手札は、パンパンあるんでね。はい。遊んでもらいましょう。いいね、35号。まあただ相手してあげるわ。今は出せないけどな。どりゃー。さあで、効果を使っていって、18号さん落としますからの、ブロリー。さあワンディングドローからの、まあ相手は覚醒しますね。はい。まあ、ここからはブロリーの圧で、縛っていきましょう。もう大丈夫ですかね、これブロリーの動画になってません。はい。本気になってやるぞ。まあ、ただね、このデッキブロリーは2枚にしてます。はい、控えめにしてます。まあ、ブロリーの動画じゃないって言われないようにね、はい、やっております。まあ、ただこれブロリーの動画になりそうですって感じですよね。はい。オッケー。まあ次のターンは多分セルが出てくると思うんですけど、セルに対してはまたブロリーでメンコをかましちゃえばいいかなというところかな。さあ、はい、やはりセル出てきましたね。あ、でも相手あれだね、8コス9コス貯めてんだ。あ、まあセルの効果は使わないって感じ、珍しいかな。セルゲーで送ってって感じか。まあ、スパコンいっぱいあるしね。さあ1枚入れてきましたね、セルジュに。ちょっとばかしめんどくさいね。はい、セルでしばき上げてくる。まあここはこれちょっと使いたいんでね、残しときたいですよね。でこの4コスの17号はうまく18号をね使えるので大事にしときたいなというふうに思いますね。はい。でセルでしばき上げてきたの、わっぷんね。スパコンと神様で、いなしましょう。さあ相手のセルジュニアはどうするのかと、まあ、コンボ要因として残すのか、ここで、アタックしてくるのかというところですけど、しないですね。はい、いいっすね。まあ、ここは、35号2枚を、3枚もいらないので、まあ、送りつつ、はい。もうここはゆっくり戦いましょう。まだまだ。遊んでやるよ。いいね、ミーティア引けたのは。さあ、相手は、どういなしてくるのかな。はい。盤面のセルジュニと、はい。5000で、逃げていく。そうらよ。じゃあまずブロリーさん爆弾です。でゲロ研究。はい。まあここの攻撃は通るでしょうということですね。でここも通るかというところですが、さあまあ相手スパコンあるならスパコンと1万かな。か、今ミーティア引いてたのでミーティアと何かしらやってくるのかなというところですけど。ほい。何ですか？ミーティアですね。と1万。これもしかすると次のターンさ、ワンチャン、リーサルあるんじゃねえかなと思ってんだけど、どう思います？考えとくか、もう一応リサルプラン。20号出してもいいけど、まあ出しとくか。はい。これね、多分あるような気がするんだよな、次のターン。あー、でもこいつ1枚か。1
1枚だからね、あれだね、ねえかもな1枚だった2枚あったらね、ゴイゴイスーっていけたんだけど。さあ、相手ブロリー、なるほど、これは面白くなりましたね。行きましょうか、これいけますよ、全部顔面で受けて行きましょう。はい、油断してるところに大パンチやな。ああ、もう何も持ってないでしょって思わせて大パンチや。行こう、ちょっと待ってろ、 OK、 フラワーいける、カッサ、さあ全部食らうわ、 OK、 絶対大丈夫。うわ、いらね、これもう一枚来てくれたら激発だけどな。12万やからな、これ12万。まあでも逆に今来てもらうとちょっとマナがパンパンだから、あまり嬉しくはないパンねかもしれないですね。危ない、パンパン言いそうになった。うん、そうやね、まあこれは35号送って、とりあえずまずここで遊んでやるよ、ミーティアぶちかまして、えこれ何、あ違う、大丈夫か、ここでミーティアと、まあ5000でいいかな、はい、6万にして殴りましょうか。はい、さあここどう受けるのか、流し込む、相手してあげるわ、目に物見せてやるよ、ドリャ。さあじゃあここは、17号爆弾巻いて、ここはいなせたでしょうと思ってんだろうな。でわざとここめちゃくちゃ弱く、あら、お前たちの、もうこれで終わっちゃったちょっと、はい、マッチング出しました。相手が務まる敵か、相手はワクワクおじさんですね。これなんだ、付き合ってやるよ、悟空じゃないよな、いい戦いブルーだ、ブルー悟空、珍しい。まあこれでいいか、キープしよう。はい、さあ相手がここと、ちょっと嫌ですね。あ、ブルーでしょ、ブルーだったらちょっと8コスのな、使いそうな感じもあるからな、持っとこっか、2枚しかないからね、まあ、35号で終わらせたいってところあるんですけどね、正直ね。はい、まあ OK しました。さあどうビルス、まあ食らいます。お、神様、何も出さず、まあ、ここは、18号ですね、まあ、神様送っちゃっていいかな。はい、神様送りましょう。遊んでやるよ。で、4コス。さあ、まあここはこいついらないんでね、落としちゃいましょう。で、次のターン、つなげるためのカードですね。まあ、ここ破壊されたら破壊されててもいいんですけどね。珍しいな。うわ、なんだこれ。カメハメハ？かっこいいね。はい。いいね、35号来てくれた。あとはゲロを引けるだけというところですけど、引きたいね。なんだろう。カメ仙人。うわー、これどうしよっかな、神様出したいなもうゲロ研究所の弱いところここだよね。神玉がさ、そこなんだよな、こいつの弱いところ。どうしよっかな、ここ。いやでも男の置きか、あー、これ男になるしかねえな。くすぶってても仕方ねえからな。で、次は4コスでガーのガやな。うん、そうしよう。はい。男になります、私。
もともと男ですけど。で、ここ相手覚醒してきますけど、もう知らない。もうどうせね、悟空じゃないから。悟空だったら、ね、絶対アタックしませんよ、こんなの。はい、いいんです。あと、カジュアルだからね、心置きなく、やっぱり、なんだろう。できますよね。そこはでかいですよね、心のゆとり。皆さん、ゆとりありますか？まあ、ただ、ここ、あれだね。もしアタックしなくても、三国いるから、まあ、どっちにしても覚醒されてたって感じだろうね。はい。全然いいです。それだったら。はい。一気に行くぞ！行くぜ！行くぜ！行くぞ！はい。オッケー、相手も覚醒させてくれました、ね、いいね。おお、来た。さあ、じゃあここは私も覚醒しましょうか。お楽しみはこれからだ。少しだけ本気を出すか。はい、少しだけ本気を出すかですね。で、墓地はちゃんと大丈夫だね。効果発動して、まあ落とすのは、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これですね、はい、で落としてってこうと、ほんで効果発動 C の入れていくと、ほんで3万と OK で、とりあえず3万にはなったんですが、こいつ1万だからね、取りたいよねというところですね。はい、取っときながらで、顔面に圧かけちゃっていいっすね。行きましょう。はい。次のターン何来るかな。まあ、相手にスパコンを吐かせてもいいしな。ガンガン行くか。OK。スパコン吐かせよ。1枚。飛んでやるよ。もう盤面は飛んで盤面無視。次の35号でぶっ取る。はい、で相手3、2枚目な。オッケーオッケー。そうらよ、そうらよ、まだまだ。はい、で悟空出して、いいね。でサーチング、あーん、こっちでいいかな。まあいいか、18号にしましょう。 OK。 さあ、そっか、3万か、強いね。相手出てくるとしたら、なんだろう、ゴコスの悟空とか。行くぞ。はい、顔面来ましたね。とりあえずコンボで逃げます。さあ、残念だったな、残念だったな。じゃあここはまたコン、あぶれ、セーフ。はい、残念だったな。え、1コス？フリーザ？何それ、めちゃくちゃ珍しいな。まあ、ここはいなそうか。はい、残念だったな。そういう系？あなたそういう系ですか？はい、さあゲロ、ヒット、ヒットはバックかかんないからね。あー、なるほど、取るんだ。まあこっちはしっかり守ろう、ほんだと思い当たらな。はい、 OK。 さあ
私のターンですね。戻ってきましたね。あー、35号がめちゃくちゃ来る。まあここは18号使わないので送っちゃうか。ブロリー持っとこう。一応な、本当はこっちがいいよ本当はね。さあ盤面取りましょう、しっかりと。はい、お、コンボで逃げてく。あ、そう。じゃあまた遊んでやるよ。アタックっすね。おお、スパコン使ってく、すごいね。そうだよ、そうだよ。じゃあ35号爆弾からの、まあこっちでいいかな。はい、で行きますせいか。はい、で効果発動して1コス貯めてもらいましょう。 OK。 まあ次開始としたら35号ブロリーと強い動きはできるかなっていうところですね。まあ、スパコン2枚あるし、硬いでしょうと。あー、これほんま使いたくないけどな。どうしようかな。使うか、感じだった。どうしよう。使いたくないけどな、これ。1枚だけ。もう1枚は持っときたいな。残念だったな。いや、でもあれか、言うて。あやな、ここ守れたとて次のターンちょゲロでも出さないと動画的にあれだもんなおここ運命の分岐点だ。どうしよう。まあそうやな、でもここは受ける、やるしかないわな。うん、そうやね。ちょっとスパコンでいなします。やっぱ動画を作るというのがね、やっぱりYouTuber であるべき姿だと思うので。まあ YouTuber ではないけどな、そこまでな。うん、まあここにヘイトが向かってくれるのは全然いいからね。なんだこいつ、ハゲまみれだ。じゃったら、あー、そういうことね。あんた、うわー、これやりたくねー、やりたくねーよなんでだよ、なんでやりたく、やんなきゃいけねえんだよこれ。もうこいつでいいじゃんねえ、誰か。まあいいや、これでいくわ。仕方ないよね、ちょっと。多分次のターン取られんだよな、これ。どう考えても。このターンか。5コスの悟空出てくるから。残念だったな。なあ、そうやろ？取られてまうもんな。まあでも、いいか。ここ取られるぐらいやったらな。まあ次ブロリーで返せばいいからな。はい。まだ、まだ企画は倒れてない。1枚でもいいからね。はい。やることとしたら。さあ相手はどうするか。うわ！こいつマジ舐めてやがる。もうここ食らうわ。もう俺許さない。絶対に許さない、この人。もう許さない、もう許さない。カッチーン、ミーティア、オッケー。ちょ待てよ、もうプロで1枚いらないや。ほんでまずこいつでいきます。で相手スパコンめちゃくちゃ使ったんや、3枚やろ。で相手油断させようか。ちょっと待てよ、ここのまずここ、ちょっと待てよ、待て待て待て、ちょっとプン考えろ、プン考えろ。まあここでアタックするか。アタック C の、取るか。はい、取ったな、取ったな。で、出たよ。ここのダブスト通らせんといけんのか。待てよ、待って、ちょ待って、リーサルってか取りに行かなくてよくない？これリーサル取りに行かなくてもよくない？なあ、これ
これで相手の動き見よう、相手の動き見よう、これで受けるようであれば、これでもう受けちゃうなら、あ、受けたね。オッケーオッケーオッケー、手札0枚でしょ、うん、なら。おい、これさ、また企画が止まるわ。ちょっと待ってくれよ。もうこれブロリーでいいもんな。もうこれ勝ちだもんだって。ちょっと待って。おい、これブロリーで勝ちだもん。相手盤面取ってこねえから、どうしよう。ちょっと待ってくださいよ。どうやったら企画があれだ、潰れない。待ってね、ちょっと待って、ね、いやもうこれね、あ、もう こうするわ。ちょ、ごめん、あのほんまにやっちゃいけないよこれは。このターンに決めることはできます。2万5000で乗っけて行って、2枚でスパコンもし引かれたらアウトだけど、ちょっと行くわ。もうこれ取れたかや、そんなもん。まあ、こっちでもいいけどな。1万コンボ乗っけて、やっちゃうわ、ダメだ。ほんでこいつでゲロでアタックして、もうこれ行くわ。で3万やろ。でここはもう受けられないから相手、まあこれがスパコンだったらあれだけどね。あー、でもこれあれだな、わざと、まあいいや。これさ、4枚、4個使って3回復するよね。遊んでやるよ、これ行こう。 OK、 取った。消してあげるわ。目に物見せてやるよ。で、あとは本当はね、これもうこれでも勝ちなんだけど、ちょっとこっちにするわ。4使って3回復やもんね。うん、こういこう。ほんでこれ出して効果発動して、あのちゃんとね決めたい。相手にキャンセルをさせたくない。Okay、で3枚、でこうして、こうしてよ。はい、でこれ引いて、ね、あとはこういうことなんですよね。20号で効果を使いの落とすのはプロリーからの復活しろ35号、ダブアタック。さあ終わらせようか、この戦い。ドリャ。こういうことなんですよね。35号は処理しないとこうなってしまうと。イージー、貧困観光も言ってますわ、はい、処理。お前たちの相手をしている暇はないんだ。